15年ぶりだな。久しぶりー。なんだよ、お盆休み何しようやったんか、お前。もうずっと仕事仕事。顔映ってないけど大丈夫？角膜ペリペリーみたいな。さあやろうか。うん。うちえのは、ね、うちえのは知ってる？ああ、知ったわ。うちえのは知ってる？うん。うちえのはでね、遊ぼう。これただ誰もぼんぼんと遊びよっていいと。これ、初級編と中級編が、いや、これ上級編を買ったんよ。上級編を買ったわけなんだけど、うん、30秒ぐらいでさ、溶けてさ、うん、なんこれってなった。うん。だから、すめしくんは、この初級編をまずやって、うん、どれぐらいでできるかなと。あ、結構雑だな。で、後ろの紙…ヒントと言え後ろの紙はね、ヒントというか、もうほぼ答えが載ってるんで。見るなって。見るなって。でもね、これダイソーのやつね、結構ね、素材もしっかりしたんだよ。それ、鉄を固めただけだけど、まあ、鉄を固めただけないけど。うわ簡単そうやな、これ。これが中級でーす。仕組みのやつは、まだで、うん。もう取れそうだよ、大丈夫。これが初級でーす。で、どっちが早い？うん。まあ、中級の俺の方が不利だろ。取った。すぐ取れると思うけど。位置について すぐ取れる？俺全然わからないけど。いや、すぐ取れる。よーい、スタート。これ力づくでやったら取れる。やめろ、やめろ、力づくはなし。すぐね、解けたよな。早いよ終わってしまった。あ、それ、はい、100円です。それで100円です。これ、チーノマって言っていいの？待って待って、俺まだ終わらないけど。さすが中級編。え、でも上級編が何秒やったっけ。30秒ぐらいで終わった。30秒で終わった後に、あれ、これ何、この後何をしたらいいんだと思って説明書読んだら、うん、それで終わりって書いて絶望したね。あれ、これ難しいぞ、意外に。これ中級編結構難しいぞ。もう30秒過ぎたよ。あ、取れた、取れたー。いつの間に、一番しれっと取れたな。これを戻すことができるかっていうね、うん、戻せる。全然戻せる。俺もこれほとんど3でしたよ。この間の、この間をこう、普通にめっちゃ下、画面下の普通に通すだけみたいな。ああ、簡単やな。うんこやん。あ、戻した。ああ、戻した。ああ、オッケー。これはね、間の中にこう、まあ、一緒ですよ、これと、うん、もうこれと一緒。でもこ、あれ、ちょっと今度さ、ね、これ100円じゃないやつ買ってみようよ。いや、100円じゃないやつも一応買ったもん。あるやん。ほら、スタンダードチェノワシリーズ。それはどこで買ったと。これね、近くのスーパーで買った。あ、スーパーで買ったやつ、うん、これやってみる。で、それでどのくらい。分からん。値段よ、値段。あ、値段、うん、だいたい500円ぐらいなんやけど、うん、ただこれいっぱい入ったよね、うん、お得感満載。はい。で、割ったら100円ショップと一緒みたいな。あ、そうやね。で、しかもツイート、付き方も100円ショップと一緒やもんね。一緒やもん。あー、びっくりした。これも難しそう。これには触れては、なんか触れたらビリビリ食いますみたいなやつの、ね、触れたらビリビリ食いますみたいな感じで、こんな感じです。はい、じゃあこれ、はい、ちょっとやってみよう。よーい、スタート。これ何をするの。なんかこれ取るだけ。わかる、全然わかる。俺3つあるんやけど。取れたけど。さっきと一緒やん。さっきと一緒です。これなんか似たもん同士やね、ほとんど。どうした。新しい外し方が判明した。どうした。ごめん、誰にもわからん。すごい、すごいよ。すごいことが起こった。それが中の前。戻せよ、早く。早くゲームしようぜ。いや、これはね、なかなか面白いよ。あ、できた？戻した？でもこれで終わったよな。これが、これはない。こっから、これやったらありそうです。
よし、じゃあすめし君はね、もうずっと楽しんでるんでね。で今回はね、シエノワでちょっとね、ダイソーと、なんかスーパー、そこら辺のスーパーでちょっと買ってきたんですけど、ダイソーのやつは、正直な、って感じですね。その代わり、なんかスーパーで買ったやつはね、すごく面白いです。ということでね、まあ、暇があればね、皆さんね、シエノワやってみてはどうでしょうか。もうずっとね、もう最初にこんな感じだから。いいね。15年ぶりだな。うっす、ライスさんつって。もうちょっとじゃってないよ。違う。俺カバジイメージしようと。巨人って思ったらもうその巨木からと思って。それ絶対わかる。俺わかったの。誰？ウス。あ、どうですか？あ、知らん？いや、知っとくよ。ウス、ウス。いや、巨人を知っとけよ。テニスやめよ。まあ、ぐちゃぐちゃやん。わけわからんわ。わけわからんけど。だけど、もう普通にいい動画見てくれた？見た。チャンネル登録をした？した。おー。あ、でもだ、もう動画を見てくれた皆さんも、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。